か。学院との激闘面白かったです。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直な気持ちをお願いします。ここ2年、学院さんと、リーグ戦を最後に当たって負け続けてて、で最後自分たちの最後の代でしっかり勝ち切ることができてとても嬉しいです。あとは、インカレがあるので、今回、徹底できたところはできたんですけど、課題もあるのでインカレは、しっかり直してインカレでの自分たちの目標を達成できるように頑張っていきたいと思います。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。